今天头一次看这个。这种活动啊，对中日两国关系特别有意义的事情，希望就是华人街经常举行这种活动，促进这个中日关系。楽しいです。なんか民族衣装がいっぱいあってすごい楽しい。中国のお友達と遊んだり、お互いの文化を知ることができて、こうやって例えばニュースとかで聞くことが全てじゃないっていうのがよくわかるので、こういう交流があるのはすごいことだと思います。It's FaceTime Chinatown in Yokohama. Absolutely fabulous, rich and intriguing at the same time. So where we come from in New Zealand, it's quite multicultural as well, but this is amazing. Yeah.我们横滨华侨总会组织的国庆游行主要有四个目的，第一，庆祝祖国华诞，第二，促进中日友好，第三，传播弘扬展现中华传统文化，第四，促进在日华侨华人大团结。大家发自内心发自肺腑向祖国母亲献上海外游子的一片深深祝福。